はい、ありがとうございます。モトンです。本日はですね、はい、シモン・アディングラという、はい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 、もともとブライトンに2022年から在籍してたんですけど、はいはい、まあ、それこそユニオンっつって、あ、三笘がベルギーでやってたじゃないですか。うん、うん、やってた。それブライトンが保有してるチームらしくて、はいはい、そこにレンタルで1年修行してたんですよ。うん、なるほど。それが、うん、今シーズンもう帰ってくるということで。帰ってくるんだ。僕ら的にはね、うん、もうシモン・アディングラだいぶ激推しなんで、はい、ちょっと今回のプロフィール含めて、うん、どんな選手なのか紹介していこうかなということで。はい、お願いします。まずですね、はい、コートジポワール出身なんですよ。もうなんかその時点でさ、なんかただものじゃないじゃん、うん、やっぱああいうアフリカ系の選手ってさ、うん、極端に能力高いじゃないですか。確かに。ドルグバとかもそうだし、うん、確かに。マジでめっちゃ速いです、本当に。コートジポワールって足遅い人見たことない。いや、見たことないと思うよ。多分基本速いから。基本速いもん、ね、そう。生年月日が、はい、2002年の1月1日なんですよ。いや、明けおめ。そう、明けおめなんですよ。で、21歳なんですよ。で、うん、今回移籍してきたダフードいるじゃないですか。はいはいはい、ダフードも1月1日生まれなんですよ。なかなかいないよね。いや、なかなかいないよ。1月1日って。いや、すごいな。うん、で、身長175センチで。はいはいはい。で、右利きの選手ということで。はい。経歴が、うん、ガーナのサッカーアカデミーを経て、FC ノアシュラン。今後デンマークのチームだよね、多分ね。ああ、そうね。デンマークのチームからキャリア始まって、そっか2001年、2022年シーズン。そっからブライトンなんですよ。いや、すごいな。だから、うん、ブライトンって、うん、ガチでわけわかんないとこを見てんのよね。え、どっからその情報を取ってくんだろうね。そうさ、コートジポワール人のさ、うん、デンマークでデビューしてるやつさ、うん、どう見つけんのね、どうやって検索してんの。そう、だから三笘見つけてる時もそうだけどさ、うん、だってフロンターレにいてさ、あの時三笘も、うん、言うて国際試合とかもユニバーシアードぐらいじゃん。まあそうだね。すごいよな、マジで。いや、ほんとすごいよ。そう、だからカイセラとかもそうだしさ。確かに確かに。すごいよ。うん、なんで見つけてきたみたいな。確かに。うん、マジ見つけ方ほんとに教えてほしいよ。お前マジでタイムリープしてる可能性あるよね。あ、可能性ある。もう10年後からフロントが来てるみたいな。本当に。マジ可能性あるね。そのレベル。うん。活躍してる未来見てオファーしてる、あるもん。ああ、そうね。で、そのベルギーでですね、うん、11ゴール取ってるんですよ。いや、めちゃめちゃ点取る。めちゃめちゃ点取るんですよ。え？だからもうその時なんか20歳ですから。すごいな。いや、ベルギーだってそんな甘くないですから、ね。いやいや、普通にレベル高いよ。レベル高いっす。うん。それで20歳がめちゃめちゃ点取ってるわけですよ。で、シモン・アディングラ、プレイスタイルですね、うん。はい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 。ドリブルの仕方が、どこでそれを教わったのみたいなドリブルというか、わかりやすく言うと、誰に近いのかっていうと、うん、本当にちょっとデンベレに近くて。ああ、なるほどね。デンベレってさ、うん、結構切り返しさ、うん、体遅れてくんのわかる。ああ、わかるわかる。だから、うん、対応してて、うん、なんつだろうな、自分がさ、軸あるとするじゃん。うん、そう、軸がずらされまくるというか、なるほどね。なんかもう、切り返しして、デンベレの体が遅れてくるみたいな。だからその足と体が合ってないよ。はい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 。言語化不可能なドリブルというか、うんうん、ちょっとプレッシュシモン・アディングラあるんで、うん、はい、ちょっとみんなマジ見てほしいです。ちょっと一回見てください。そう、ドリブルの仕方が上半身と下半身がバラバラなの。わかる。切り返ししてボールこっちっていうのにアディングラこっちいるみたいな。ね、後からアディングラ。そう、後からアディングラなの。そのディレイしてるんだよね。そうなの。だから切り返しがマジでリアリティがあるというか、そうね。引っかかりまくってる。うん、デンベレも結構そう。うん、デンベレは結構それを両足でやるけど、そうだね。シモン・アディングラはそれを左ウィングのところでやれるから、うんうん、だからポジションで言うともう本当に左ウィング。ああ、そうね。で、フォワードもいけるかなって感じ。ああ、まあ確かに確かに。で、やっぱ決定力めっちゃある。シュートがめちゃくちゃうまい。めっちゃうまいね、うん、で、シモン・アディングラは本当にトップスピードで言ったら、うん、もしかしたら多分三笘より速い。ああ、速いかもね。で、三笘はやっぱその外した後の初速めっちゃ速いじゃん。うん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 。で、シモン・アディングラは結構もうずっと速いというか、うんうん、三笘って結構重量級じゃん。あ、そうね。それこそ車で言うとゲレンデみたいな感じで。わかるわかる。うん、うん、うんつってバンバンバンつってもいけるタイプだけど、うんうんうん、シモン・アディングラマジでめちゃめちゃ軽い。動きめっちゃ軽い。めっちゃ軽い。一人だけ早送りしてるんじゃないかな。そうね、うん、だから結構なんつんだろうな、うん、もうなんかスポーツカー系というか。あ、そうだね、うん、まあ三笘もちょっとスポーツカー要素はあるんだけど。あるけど、まあ、三笘の方がずっしりしてるよね。うん、そうね。それこそ三笘ってさ、軸足ベタ足で走ってからっつって、うんうん、それって地面との接地面多いからさ、うん、横から当てられても強いとか。そうだね。そういうところまで意識した重さもあるドリブルというか、うんうん、はいはいはい。シモン・アディングラはもう本当に、うん、なんかサッカーゲームだったら一番ドリブルしやすいような。あー、わかるわかる。軽、こいつ軽みたいな。動き軽みたいな。カクカクハイヤーみたいな。そう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 。だから本当に小学生がエディットで作ったみたいな選手なの。あー、わかるわかる。うん。わかりやすく速いから。パンチあるもん、ね。だからこれ本当来シーズンさ、シモン・アディングラ出てきたら、うん、え、やばこいつって多分永遠に言ってると思う。いや、もう多分あのコメント欄ハイヤーって思われる。シモン・アディングラおもろこいつみたいな。で、プレッシュ見てて思うのが、うん、マジで
パス出さないんですよ。それはあるね。だからジョアン・ペドロも移籍金50億で入ってきた。ジョアン・ペドロも21歳で、うん、ポテンシャル的には結構近いものあるんだけど、うん、ジョアン・ペドロは多分、うん、ブライトンのパスワーク絶対脱線しないのよ。はいはいはい。シモア・ディングラは俺多分ちょっと脱線すると思うのね。いや1個遅いとか俺あると思うのよ。はいはいはい。けど俺それも良さだと思ってて。そうだね。もう本当にもう爆竹的な、うん、もう爆弾なんよこれシモア・ディングラは。分かる分かる。だから本当に三笘ってゲームに馴染めるじゃん、うん、パスワークも脱線しないし一人でも打開できると、うん、でそれでも前線で行き詰まった時に、うん、残り20分シモア・ディングラとかで、うん、もうお前ドリブルだけしてこいみたいな誰の顔色も伺うなみたいな感じで送り出したら、うん、マジめちゃめちゃにするし、確かにシュートも上手いし、うん、それこそ本当にデゼルビンの中で、うん、シモア・ディングラマジで使いたくなったら、うん、三笘俺中行くと思うよ。あー確かにね。三笘トップ下のアディングラ左ウィングとか、うんうんうん、だから三笘とアディングラ俺変えちゃったら俺めっちゃもったいないと思うのよ。あー確かに。大体 FC さ、うん、三笘ちょっと内側で見たいって言ってるじゃないですか。言ってる言ってる。三笘を内側にするとしたら、うん、アディングラが序列上がることだと思ってんのよ。あーなるほど、ね、アディングラは結構パスワークも脱線するタイプだから、うん、パスも出さないし、うん、だから結構ブライトのサッカーって左ウィング孤立するじゃないですか、うんうん、だからアディングラ孤立してた方がお互いのためだと思って。確かに逆に美味しいもん、ね、そうアディングラも孤立してるからドリブルするしかないし、うん、で三笘ってパスワークもめちゃめちゃセンスあるから、うんうん、ちょっとそこで孤立してると俺らからするともったいないじゃん。そうだね、うん、だからアディングラがもしかしたら三笘の運命変えるんじゃないかなって。なるほどね。確かに確かに。ゲームメーカー三笘、うんうん、なんでも屋さん三笘が誕生するんじゃないかなっていう、はいはいはい、アディングラが極端だから。だからあんだけなんでもできる選手が極端に孤立してるから今、うんうん、もったいない、ね、もったいないんですよ、うんうん、アディングラ孤立してたらアディングラも行くしかないからもう喜んでいくもんね。なんだろう、行きたいから。行きたいもん、ね、汁出てるもんもうアディングラ。いや俺パス逆に多分ね、うん、パスしたくないタイプだと思うから。あそうだね、ああ、うん、これは逆に俺武器だと思うから。そうだね。だからこれも俺的にはミルナーと一緒で、うん、ブライトンっぽくないのよ。ああ確かに確かに、うん、ジョアン・ペドロはブライトンっぽいの、わかる。シモア・ディングラはブライトンっぽくないんだけど、うん、もうちょっとブライトンに一番必要なのかなっていう。ああブライトンにいないもんね、ああいう選手。ぶっ壊しドリブルいないから、空気読む人しかいないじゃん。マーチも三笘も演出も空気読める、うん、ジョアン・ペドロも空気読めるから、読める、うん、シモア・ディングラ多分バグってるからドリブル最高ってドリブル気持ちええだもん。いやそのレベルだよねマジ。いやでもその能力あるから、うん、もしかしたらシモア・ディングラ俺無双するんじゃないかなって、下手したら。そうだね、うん、ぐらいのポテンシャルあるから、うんうん、しかもボール来るしね、ブライトンだったら。そう、ね、そのいい状態で、うん、そうだね。だからちょっとね、うん、シモア・ディングラは本当に一番あるよこれ、うん、一番あるね。あ楽しみ。まあそれこそ昨シーズン、うんうん、マーチとか怪我したじゃないですか。ああ怪我した。多分右ウィングでもいける。あ多分このスピードならわかる、うん、同利き同サイドでもいけるから。うんそうだね。だ結構ブライトンって同利き同サイドの選択肢なかったじゃないですか、うんうんうん、やっぱみんなスピードめっちゃあるかって言われたらないから、うんうんうん、マーチも言うて速いけどぶち抜くではないじゃん。そうだね、まあ、内側内側だもんね。でボーナノってもぶち抜くタイプではないから、うん、で三笘もさ利き足外側ではないじゃんやっぱ、うん、そうだね、うん、結構このシモア・ディングラの身軽さというか、うん、同利き同サイドでもぶち抜けるタイプだから、うん、これは結構鍵になるんじゃないかな。そうだね、まあ、新しい戦術になるよ。なるなる。多分一番速いんじゃない多分、まあ、可能性ある。ブライトンで、うん、現段階でスピードだけでいって。そうだね。切り返しの感じもすごいから、うん、ディフェンスもうガックガクになるよ多分、うん、三笘とはもう全く違う速さだもんね。速さ三笘とマジで違う本当に。だからジョアン・ペドロが結構ブライトン試合数増えるから、うん、三笘休ませたりとかもするってなると、うん、ああ確かに。っていう意味でも多分ジョアン・ペドロの獲得はあるし、うん、まあ共存ももちろんできるけど、うんうん、でもやっぱそのジョアン・ペドロとか三笘とか、うん、シモア・ディングラって俺全然同時に出てもおかしくないと思う、うん、そうだね、うん、でもそうするとみんな左ウィングじゃん誰かが中行くことになるから。確かに。それめっちゃ楽しみだよ、うん、でもその中の誰かだったらそうやっぱり三笘。いや三笘だと思うよやっぱ一番パスワークが、まあジョアン・ペドロもいけるけど、まあまあまあ、まあ、多分ジョアン・ペドロトップ下の三笘左なんだけど、うん、シモア・ディングラ出したくなったら、うん、三笘と変えちゃうの俺もったいないと思うから。そうだね。三笘ってやっぱ何か起こすから、うん、でもうだからちょっと、うん、新しい三笘はシモア・ディングラが見せる可能性あるな。確かに確かに。なんか注目されてないけど。そうだね。誰みたいになってるし、なんなら移籍とかじゃなくて戻ってきてるタイプだから。あそうだね。メディアになりニュースになりづらい選手だから。そうだね。うん、みんな多分油断してるけど。油断してるね。あのやばいよマジで。一番やばいから。一番やばいから、うん、シモア・ディングラ。そうそうそう。新加入の中で一番やばいから。これ全く偏見だけど、うん、なんかそこも悪そうじゃん。あ
ああ、わかる。人の言うこと絶対聞かないと。絶対聞かない聞かない。でも俺それがいいと思ってるから、うん、人の言うこと聞いてたらあの速さ出ない。出ない。だからなんかデズリビとかにめっちゃしばかれてそうだけど。あ、そうね。それが俺いいんじゃないかなっていう。うん、ヤンキーだもんね、子供ね。うん。まあ、ということでですね。はいはいはい、はい。こんなような感じなんですけど。うん。で、やっぱりブライトンのフロントがね、うん、とんでもないの見つけてくるから。いや、本当に。でもそう、でもカイセドとかもそうだからね。まあね。カイセドとか、三笘、ね、もそうだし、演出とかもそうだけどさ。そうだね。演出なんてね、マンチェスターシティ相手にえげつないゴラスを決めたりとかさ。確かに。まあ、ブライトンのサッカーだから活躍できてるっていうのもあるから。まあ、それはあるよね。うん、だから多分、ほんとよっぽどめっちゃ下手じゃない限り、うん、才能あれば、うん、絶対ブライトンって輝けるチームだと思うから。確かに。俺はシモア・ディングラー、うん、名物になってると思うよ。確かに。なんか生配信しててさ、うん、来た来た来たーってなってる。なるよ。シモア・ディングラーって、一番俺、うん、視聴者さんのテンションを上げてくれるの、うん、シモア・ディングラーだと思ってるから。わかりやすいもん。わかりやすい。ほんとに。ゴブリン突撃部隊みたいな感じなの。ほんとに。そう。いや、マジでそう。あ、まあ、ということでね、はい、まあ、ほんとに、すごい楽しみな選手なので、はい、皆さん楽しみにしてください。はい。ということでね、この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。